覚えておきたい釣り用語初心者編。釣りは初めての人にとっても楽しい経験ですが、専門的な用語が多くて戸惑うこともあります。ここでは初心者にもわかりやすい釣り用語について説明します。 1. ルア、魚を釣るための人工餌。 2. リール、釣り糸を巻き上げるための装置。 3. フロット、釣り竿でルアーや釣り糸を扱います。4ライン、釣り糸のことで強度や太さが異なります。5フック、魚を釣るための針。6ドラッグ、リールに搭載された魚の引きを調整する機能。7タックルボックス、釣り道具を収納する箱。8フィッシングベスト、釣り具や小物を収納するベスト型のアイテム。9ウボバー、浮き釣りで使用し魚の当たりを知らせる道具。10フィッシングノット、釣り糸を結ぶための結び方。これらは釣りをする上で基本的な用語です。初心者の方はこれらの用語を覚えておくことで釣りの楽しさをより一層味わうことができます。釣りの世界にはまだまだ奥深い知識がありますが、まずはこれらの用語をマスターし自分の釣りスキルを向上させてください。